イベンダー・ホリフィールドは、アメリカ合衆国アラバマ州出身のプロボクサー。元 WBA、WBCIBF 統一世界ヘビー級王者。元 WBA、WBCIBF 統一世界クルーザー級王者。三団体時代に二階級で三団体統一王者になった唯一のボクサーであり、ヘビー級王者に4度返り咲いた唯一のボクサー。 ロサンゼルスオリンピック同メダリスト。6人の女性との間に11人の子供を設けている。アラバマ州アトモアに9人兄弟の末っ子として生まれる。その後、家族と共にジョージア州アトランタへ引っ越して、犯罪の多発する治安の悪い地区で育った。8歳の時にボクシングを始めて、各地の大会に出場した。ホリフィールドは身体的な成長が遅く、 高校を卒業した時には、身長は1.73メートル、体重は67キログラムしかなかったが、21歳までに、身長1.83メートル、体重81キログラムまで成長。その後さらに成長した。1983年、パンアメリカン競技大会にライトヘビー級で出場して、決勝でキューバの選手に敗れるも、銀メダルを獲得した。 1984年、ロサンゼルスオリンピックにライトヘビー級で出場する。準決勝でニュージーランドのケビン・バリーと対戦し、左フックでダウンを奪った。バリーが立ち上がると、レフリーがブレークを命じたのに、ホリフィールドが打ったとして、失格負けとなり、銅メダルに終わった。ライトヘビー級1984年11月15日、21歳でプロへ転校。 ライトヘビー級でプロデビュー。クルーザー級1985年7月20日、クルーザー級へ階級を上げて試合を行う。1986年7月12日、ドワイトムハマドカウィに判定勝ちし、WBA 世界クルーザー級王座を獲得。1987年5月15日、リッキー・バーキーに3ラウンド5勝ちし、IBF 世界クルーザー級王座を獲得し、 2団体王座を統一。1988年4月9日、カルロス・デレオンに8ラウンド TK を勝ちし、WBC 世界クルーザー級王座を獲得し、3団体王座を統一。王座を返上し、ヘビー級に転向。ヘビー級1988年7月16日、ヘビー級に階級を上げて試合を行う。1989年3月10日、 元 WBA 世界ヘビー級王者のマイケル・ドークスを10ラウンド TKO で破り、WBC 米大陸ヘビー級王座を獲得。3度防衛。1990年1月、ホリフィールドがヘビー級に転向してから、長らく期待されていたマイク・タイソンとの対戦が6月18日に行われることで、ついに決定するが、タイソンが2月11日に、まさかの番狂わせで、 ジェームス・ダグラスに負けてしまう。タイソンとプロモーターのドン・キングは再戦を要求するが、ダグラスは、タイソンとの再戦を拒否して、ホリフィールドと対戦することを選択した。1990年10月25日、ジェームス・ダグラスと対戦。タイソン戦よりも15ポンド、重い246ポンドの緩んだ体で現れた、ダグラスに対し、ホリフィールドは208ポンドで、体重差が、 約 17kg あったが、3ラウンド後でダグラスを破り、WBAWBCIBAF 統一世界ヘビー級王座を獲得。2階級制覇。この試合で、ホリフィールドは802万5000ドル、ダグラスは2407万5000ドルのファイトマネーを稼いだ。1991年4月19日、ジョージ・フォアマンを判定で破り初防衛に成功。この試合は、 ペーパービューを140万件売り上げ、ホリフィールドは2000万ドル、フォアマンは1250万のファイトマネーが保証された。マイク・タイソンと1991年11月8日に対戦することで契約が完了するが、タイソンがアバラボ骨を負傷して延期になった直後に、レープ事件で刑務所へ長期間収監され中止になる。1992年11月13日、 リディック・ボーに判定負けし、プロで初敗北を騎士王座から陥落した。1993年11月6日、リディック・ボーに判定勝ちし、WBA IBF 世界ヘビー級タイトルを獲得。この試合で7回にパラシュートで男がリングへ落下してくる有名な事件が起きている。1994年4月22日、マイケル・モーラーに 判定負けし、WBA IBF 王座から陥落した。現役引退から復帰心臓病と診断され引退を発表する。この時、ネバダ州アスレチック委員会の医学委員長は、ホリフィールドの心臓病は、禁止薬物の HGH 使用による副作用の可能性があると公表した。ボ牧師部2品のテレビ選挙活動を見て感化されたホリフィールドは、 金と友人関係を築き、金の行う癒しの集会で、心臓病の治癒の祈りを受けた。また、その集会のために、金へ26万5千ドルの寄付を献金した。金から医者に診てもらうよう言われたので、再びアスレチック委員会の診断を受けると、心臓病が感知していたことで引退を撤回して、復帰。百九十五年五月二十日、復帰戦で、 レイマーサーと対戦し10回判定勝利。1995年11月4日、リディック・ボーとノンタイトル戦で対戦し、8ラウンド TK を負け、ホリ・フィールドにとって初めての小負けとなった。1996年11月9日、マイク・タイソンに11ラウンド TK を勝ちし、WBA 世界ヘビー級王座を獲得。1997年6月28日、 マイク・タイソンとダイレクトリマッチで再戦。タイソンに耳を噛み切られ、3ラウンド反則勝ち。WBA 王座を防衛。1997年11月8日、マイケル・モーラーに9ラウンド TK を勝ちし、IBF 世界ヘビー級王座を獲得。WBA 王座との王座統一に成功した。1999年3月13日。 WBC 王者レノックス・ルイスとの3団体、統一戦に臨むが、1から1の引き分けとなった。しかしルイスが勝っていたとする見方が大多数であったため、物議を醸し、判定が発表されると監修から大ブーイングが飛び交い、テレビ実況を務めていたスティーブ・ファルフードは、20年間ボクシングを報じてきたが、これまで見てきた最悪の判定の中で、トップ5に入ると述べ、 解説のジョージ・フォアマンも、恥で悲劇と、この判定を非難した。1999年11月13日、レノックス・ルイスとのダイレクトリマッチでの再戦で、判定負けし、WBA IBF 王座から陥落した。2000年8月12日、空位の WBA 世界ヘビー級王座を、ジョン・ルイスと争い、判定勝ちで獲得。 ボクシング史上4度ヘビー級王者に返り咲いた初めての選手になった。しかしルイスが勝っていたとする味方が大勢を締めぶ見をかもす判定となったため WBA より即時の再戦が命じられた。2001年3月3日、ジョン・ルイスとのダイレクトリマッチで判定負けし、WBA 王座から陥落した。2001年12月15日、ジョン・ルイスと3戦連続の対戦。 ルイスの持つ WBA 世界ヘビー級王座に挑戦するが、引き分けとなり王座獲得ならず。2002年12月14日、クリスバード特有位の IBF 世界ヘビー級王座を争うが、判定負けで王座獲得に失敗。2003年10月3日、ジェームズ・トニーとノンタイトル12回戦で対戦するも、TKO 負け。2004年11月13日、 ラリー・ドナルドとエネビシュヘビー級王座をかけて対戦するも判定負け。3連敗となった。2005年8月、ニューヨーク州アスレチックコミッションがスキルの低下を理由として、ホリフィールドがニューヨーク州でボクシングを行うことを禁止にした。2006年8月18日、再起戦を行い、2ラウンド TKO 勝ち。2006年11月10日、 フェリス・オケンドと対戦し、1ラウンドにダウンを奪うなど、して12ラウンド判定勝ち。空位のスバヘビー級王座を獲得。2007年10月13日、モスクワでスルタン・イブラギモフの持つ、WBO 世界ヘビー級王座へ挑戦するが、0から3の判定負け。この試合は、イブラギモフと対戦予定だった、WBA 世界ヘビー級王者、 ルスラン・チャガエフの体調不良による出場自体のためにホリフィールドにチャンスが回ってきたものだったが44歳での世界王座復帰はならなかった。2008年5月ニューヨーク州のアスレチックコミッションから衰えを理由に引退勧告を受けた。2008年12月20日スイスのチューリヒで行われた WBA 世界ヘビー級タイトルマッチで 王者のニコライはルーエフに挑戦するも0から2の判定負け。両者の体重差が4 5ラム近くもあった上に46歳での世界王座挑戦は無謀な挑戦とも囁かれたが予想に反しての大前線でホリフィールドが勝っていたとする声が多くの専門家から上がった。ホリフィールドのファイトマネーは60万ドルでこれまで経験した。 世界戦で最も安いファイトマネーだった。2010年4月10日、WBF 世界ヘビー級タイトルマッチで、フランスはザ・ホワイト・バッファロー・ボッタと対戦し、8回 TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2011年5月7日、デンマークで、ブライアン・ニールセンに10回 TKO 勝ち。2012年10月、公式に引退声明は出さなかったが、ビタリ、 ウラジミールのクリーチコ兄弟との対戦が不可能になったことと年齢上の問題を理由に引退をほのめかす発言を行った。2014年6月正式に引退を表明。2011年5月のブライアン・ニール戦線が最後の試合。2016年7月1996年アトランタオリンピックで聖火ランナーを務めた。 2019年10月1日、東京都内で会見し、ホリフィールド自身が、発起人となった日本法人、株式会社ホルフィールドジャパンの設立と、翌年3月に UFC で活躍した選手らを招聘して、総合格闘技中心の自主興業を首都圏で開催する計画で、自身もその興業でボクシングのエキシビションで復帰予定であることを発表した。 2021年4月11日、ショート動画投稿アプリケーション会社トリラーが同年6月5日に主催する工業のエキシビションマッチで2011年5月のブライアン・ニール戦線以来約10年ぶりに58歳で現役復帰することが発表された。対戦相手として耳髪事件で因縁のあるマイク・タイソンとの交渉が進められていたがタイソンと トリラーの契約問題もあって交渉が失敗に終わり、タイソンの引退試合となった試合で、タイソンに TK を勝ちしたケビン・マクブライドと対戦することになった。2021年5月13日、トリラーがホリフィールドの復帰戦が6月5日から8月に延期されたことを発表した。2021年9月1日、ホリフィールドが 契約したケビン・マック・ブライドとの試合がいつまでも組まれないのは契約違反だとしてトリラーに対して法的拘束力のある仲裁の申し立てをタイソン・フューリーとデオン・テイ・ワイルダーの案件やマニー・パッキャオの契約をめぐるトップランク社とゴールデン・ボーイ・プロモーションズの案件などのボクシングの仲裁事件を処理してきた実績のある司法仲裁調停会社に請求した もともと試合は6月5日に予定されていたテオフィモ、ロペス対ジョージ・カンボスス・ジュニアの前座で行われる予定で、4月16日の事前記者会見にもホリフィールドとマクブライドが出席して、試合のプロモーションのためフェースオフを行っていた。しかしテオフィモ・ロペスが新型コロナウイルスに感染して、工業自体が延期になるとホリフィールド対マクブライドの試合も、その後、 組まれては延期を何度も繰り返し、一向に試合が正式に組まれる気配がないため、ホリフィールドは試合のために4ヶ月以上トレーニングをしていたこともあり、トリラーに対して不信感を募らせて仲裁の請求を決断した。ホリフィールドはステロイドあるいは人成長ホルモンによるドーピングを行っていたことが確実視されている。2007年2月28日、 ホリフィールドが偽名を使って人成長ホルモンなどの違法ステロイドを扱うアラバマ州の薬局を利用していたことが発覚する。公開された文書にはエヴァンフィールドの偽名で記載されており、青年月日がホリフィールドと全く同じで、住所もほぼ一致し、テストステロンや人成長ホルモン、最善、注射器など違法ステロイドの購入履歴が残っていた。また、記者が エヴァンフィールドの連絡先へ電話をかけたところ、ホリフィールド本人が電話口に出て応答した。しかしホリフィールドは父親の薬を購入していたとして、人成長ホルモン等の使用を否定した。2007年9月、今度はフロリダ州で違法ステロイドを販売していた薬局が摘発され、ここでもホリフィールドが同薬局を利用していたことが発覚した。 1997年の耳髪事件で対立したタイソンとは2009年に揃ってテレビ出演した時に和解している。タイソンは当時の行為を浴びた上でホリフィールドは素晴らしい人間と評した。2013年2月には一緒にプロモーション活動を行いホリフィールドは二人のファイターが全てを許し合い和解したメッセージを世界の人に送りたいと発言した。 2008年7月、自身の複数の事業の失敗や浪費及び3度の離婚による財政難に加えて、養育費の未払い滞納、増援会社への未払い等で、109部屋、17のバスルームを持つ、約5000平方メートルの自宅が差し押さえられて1000万ドルで、競売にかけられた。競売にかけられた自宅は、ラッパーのリックロスが落札した。ありがとうございます。